育三郎のひらめき美術館のコーナーです。今週のテーマは昭和のもう見られなくなった風景ということで、扇風機に向かってあーっと息を吹きかける小学生。よし、行きましょう。扇風機に向かってね、あーってやってる男の子ね。 OK、扇風機に向かってあーってやってる男の扇風機にあーって言うね。あーっと、めちゃくちゃうまいじゃん。今回普通に感じていい？いきます。昭和のもう見られなくなった風景、扇風機に向かってあーと息を吹かれている小学生です。あ、ちょっと待って、たまに出るね、水のこだわり。いきます。はい、扇風機に向かってアーティックを吹きかける小学生です。どう？かわいい、上手。さあ、この育三郎のひらめき美術館のコーナーではですね、育三郎にぜひ書いてほしいお題を募集します。この動画のコメント欄に皆さんがこういうの書いてっていうのをね、こう書いていただいたらそれを採用させていただきますので、皆さんぜひたくさん書いてくださいということで、お待ちしております。